ね、八ヶ岳が見事に見えますんで、ちょっと田んぼの中入っていってみましょうね。いやー綺麗ですね。ここは無理、ここは無理、ここは入れそう。ちょっと八ヶ岳方面に曲がっていってみましょう。なんか開拓部落のところを行ってるみたいですね。向こうから来た。ちょっと煙が濃くて見えない状態ですよ。土手の草を焼いてます。まああれですね、草ですから別に毒じゃないんで、いいんですけどね。いやー綺麗で、綺麗なとこですね。ここは広々として素晴らしいとこです。あそこで行き止まりで左に曲がれってことですかね。滝沢牧場様入り口、滝沢牧場様までは行けます。じゃあ それ以上は工事中ってことなの。工事中ね。あそこで終わってますね。残念。どっか八ヶ岳の見えるところがないでしょうかね。と思ったら滝沢牧場がありました。これは何でしょう。ちょっとここら辺で写真を撮っていきましょうかね。結構綺麗なところですね。八ヶ岳の音です。滝沢観光牧場ですね、このところはね。もうちょい先に行ってみましょう。この林を抜けるとですね、なんか八ヶ岳がパーッと見えそうなんで、もうちょっと頑張って、入っていってみたいと思いますね。本当に八ヶ岳はですね、こう本当に裾野が広いもんで、行っても行ってもまだ裾野みたいな、で途中から開拓をやめちゃったみたいなあのところもありますね。あそこら辺でもう本当に原生林になっちゃうんじゃないですかね。いやここら辺ももうこれで終わりそうな感じのところですが、八ヶ岳はちょっと半分ずつくらいしか見えませんね、こうやってみるとね。そして、道はもう終わりそうな状態ですけれども、ちょっとですね、これ以上は行ってもしょうがないような気がします。ちょっとこの畑の中に行ってですね、ちょっとカメラで撮ってみましょう。八ヶ岳の稜線です。今日は本当に空気も澄んでて、だいぶよく飛びますね、本当ね。ずいぶん雪が溶けてますけれども、実際雪は大変でしょうね。こんなとこです。はい、早春の八ヶ岳でしたね。今、ちょうど回れ右しきて、八ヶ岳を背に、元に帰ってます。右側が滝沢牧場ですかね。これ夏はどういう観光になってるんでしょうね。結構お客さんが来てるから、なんかバギーとかそういうのもやってるんですかね、ここね。なんかいろいろ遊ぶものが揃ってるみたいですね。馬場もあるし、乗馬もできるしみたいなとこですね。こんなような結構家族連れが皆さん来てますね。いいですね。それでは、いよいよまた国道に戻って、清里方面に移動することにしましょう。